どうもこんにちは。今回はドイツの第三者機関による電気商社の大規模な性能調査の結果によって、特に韓国製の電気商社の性能が極めて高いことが明らかになった一方で、テスラの充電性能が想定を下回る結果となったことについて、世間で誤解されている充電性能のスペックの見方についてを徹底的に解説していきたいと思います。まず今回の調査結果に関してですが、ドイツのフランクフルトに本拠地を構える P3 グループという経営コンサルタント会社が実施した調査結果であり、主にヨーロッパにおいて発売されている最新の電気商社を一堂に集めて、同時に電気商社の質を調査するという企画を実施してきたわけですが、特に今回注力している調査内容というのが、電気商社において利便性を左右する極めて重要な指標である充電性能となっているわけで、実は電気商社の充電性能というのは、その車種によって大きく異なることによって、現在電気商社の購入を検討する際は、その車種の充電性能の差によって購入決定を左右することにもつながっています。実際問題として、本チャンネルにおいても実際に電気商社を使用して様々な検証を行っているわけですが、特にその中でも充電残量 10% から 80% 程度までにかかる充電時間を検証して、競合の電気商社と比較させる充電性能テストでは、その車種によって明らかな充電時間の差が確認されてしまっているわけで、例えばテスラのモデル3に関しては最大 250kW という圧倒的な充電出力を許容することが可能であり、充電時間に関してもグレードによっては最短で22分間程度という短時間でもって充電を完了させることができるわけですが、それに対して日産アリアやトヨタ BZ4X に関しては、充電時間が倍近い40分近い充電時間を必要としてしまう。しかもその上、そのような高出力な急速充電器が全国的にも未だに少ないことによって、その大半の充電器ではさらに充電時間を必要としてしまうなど、その車両側の充電性能だけでなく、その車両の充電性能を最大限発揮できる高性能な急速充電器の存在も含めて、一口に電気商社とは言っても満充電あたり走行可能な航続距離と全く同様に、充電性能についても全く異なってきてしまうということなんです。そして今回の P3 グループに関しては、その充電性能を定量的に測定するために様々な観点から充電性能を検証してきているわけで、まずはその車種ごとの最大の充電許容出力の数値をはじめとして、さらには充電残量 80% まで充電するのにかかった時間、しかもその上、充電時間10分や20分あたりどれほどの充電量を回復させることができたのかを航続距離ベースで算出するという、特に航続距離ベースに変換した充電量という指標というのは、電気商社オーナーにとっては最も気になる指標となりますので、今回はこれらの検証結果を一挙に紹介していきたいと思います。まずはじめにラグジュアリーセグメントの車種の充電性能を見ていきたいと思いますが、まずこのグラフに関しては、ポルシェのスポーツセダンであるタイカン GTS、 そのタイカンの兄弟車であるアウディ e-tron GT、 アウディの大型 SUV である e-tron、 メルセデスのフラグシップセダンである EQS450+、 そしてBMW のフラグシップ EV である iX-XDrive50 のそれぞれの充電残量 10% から 80% までに至る充電カーブを示しているわけで、特にタイカンと e-tron GT に関しては兄弟車ということもあり、その充電カーブが極めて酷似していることが見て取れるわけですが、なぜか若干ながらタイカンの方がより高出力な充電性能を達成し、なんと最大 276kW という今回の検証における最大の充電出力に対応してきた格好、充電残量 80% までの平均許容出力に関しても驚きの 227kW という異次元の充電性能を達成することに成功しています。その一方でメルセデスのフラグシップセダンである EQS に関しては、最大でも 200kW 程度という充電出力にとどまりながら、その後も徐々に出力は低下し、その充電出力の平均値というのも 167kW という、それこそ先ほどの体感と比較しても明らかな差がついてしまっている。何よりも EQS に関しては体感よりもずっと巨大な 107.8kW という大容量バッテリーを搭載していることによって、その分だけより高出力な充電性能に対応することができるはずということもあり、ややこちらの充電性能については期待外れのように感じてしまうと思います。というのも、こちらの EQS に関しては搭載されているバッテリーパックのシステム電圧が 450V システムであることから、欧州に設置されているハイパワーチャージャーの充電器の上限である500アンペアという電流値にしか
対応しておらず、その一方でタイカンやイートロン GT に関しては 800V システムというおよそ倍程度の電圧に対応することができているために、その分だけより高出力な充電出力に対応させることが可能。したがってこの充電カーブが示している通り、 EQS をはじめとする 400V 級程度のシステム電圧の車両と比較しても明らかに高い次元で充電カーブを維持することができている。したがって充電時間に関してもより短時間を達成することができているということなのです。その一方で充電性能とともにその電気自動車の質を決定づける大切な指標である電費性能に関しても見ていくと、濃い青色で示されているのが欧州で一般的に採用されている欧州 WLTC モードを基準とした電費性能であり、それとともに今回 P3 グループが検証した航続距離テストを元にした水色で示されている電費性能を見てみると、より実用に即した数値であることから、どの車種も欧州 WLTC 基準よりもやや悪化した電費であり、今回のラグジュアリーセグメントに関して言えば、なんと SUV セグメントとして電気性能で不利となるはずであろう BMW iX X ドライブ50が最も電気性能が良く、100kW あたり 20.4kWh という電力量しか使用しないという結果となりました。そして今回の充電性能と電気性能両方を掛け合わせることによって10分間や20分間という充電時間の間にどれほどの電力量を充電することができるのかを航続距離ベースで算出することが可能となり、特に10分間の充電時間で回復可能な航続距離を濃い青色、20分間で回復可能な航続距離を水色で示しているわけですが、結論から申し上げて10分間の充電時間で回復可能な航続距離が最も長かったのが、先ほどの充電性能テストでも圧倒的な充電カーブを達成していたポルシェタイカンということになった一方で、20分間で回復可能な航続距離が最も長かったのはタイカンではなくメルセデス EQS もしくはほぼ同着で BMW iX という逆転現象が確認されてしまったということなのです。というのも確かにタイカンに関しては圧倒的な充電性能を発揮することができるものの、搭載バッテリー容量が相対的に少ないことによって最大の充電性能を許容できる時間は短く、すると充電時間20分というスパンで見るとより安定した充電カーブを発揮できる EQS や IX の方が充電できる電流量が多いことになり、特に本チャンネルが実施するような 1000km チャレンジでもなければ基本的には1回の充電で20分程度は充電を行うものと考えられますので、そうなってきた場合実用使いにおいて1回の充電でより航続距離を回復可能なのは充電カーブで優れている体感というよりも、よりバッテリー容量を搭載しながら安定した充電カーブを実現できている EQS や IX ということになるのです。ちなみにですが、今回の P3 グループのレポートにおいては20分間の充電で回復できる航続距離の基準値を 300km と設定して、分かりやすいようにその比率も同時に算出しているわけで、 EQS に関しては20分間で 275km という航続距離を回復可能、比率も 0.92 という数値を達成することができますが、タイカンに関しては20分間で 271km という航続距離しか回復させることができずに、その比率も 0.90 と EQS よりもわずかに劣っているということがお分かりいただけると思います。それでは今回最も取り上げていきたいテスラ社などが該当するプレミアムセグメントの電気商社たちの充電性能を一挙に見ていきたいと思いますが、まず充電カーブを見てみると充電残量 10% の段階で最も高出力に対応することができているのがブラックのラインで示されたテスラのミッドサイズセダンであるモデル3ロングレンジとなっているわけで、その充電出力が 250kW とプレミアムセグメントの中では圧倒的、しかもラグジュアリーセグメントのタイカンとも互角の性能を達成することができているのです。しかしながらそのブラックのラインをよく見てみると 250kW という出力を許容できているのは充電開始の段階のごく一瞬なわけであり、充電残量が 50% に達した段階ですでに 150kW を下回るような数値を記録、いずれにしても確かに最大の充電対応出力の数値自体は 250kW とセグメントトップクラスを達成していながら、その一定に下落していく充電カーブを俯瞰してみると感じる印象がかなり異なると思います。そしてこのモデル3よりも明らかに優れた充電カーブを示している2車種の電気商社が存在するということで、それが韓国の自動車メーカーであるヒョンデが発売しているアイオニック5および同じく韓国キアの EV6 であり、特に 77.4kW とよりバッテリー容量を増量している EV6 の場合は最大 235kW というモデル3と同等レベルの最大対応出力を達成しながら、なんといっても 50% を超えてもなお 200kW 以上という充電出力を維持することに成功、
しかもその上、充電残量 80% 近くになったとしても、未だに 150kW 程度という充電出力すら許容可能。充電残量 80% までの平均出力も驚きの 203kW。したがって充電時間に関してもたったの18分間と、いずれにしてもセグメント内で圧倒的な充電カーブを達成することができているのです。またその電費性能に関しても見ていきたいと思いますが、今回のプレミアムセグメントにおいて最も電費性能が高かった車種というのがポールスター2のシングルモーター仕様ということで、そのポールスター2とほぼ同等の電費性能を達成してきたのが韓国キアの EV6 だった。その一方でテスラモデル3に関しては、確かに欧州 WLTC モードにおける電費性能はクラストップクラスである一方で、 P3 グループによるより実用に即した電費性能の検証結果においては、ヒョンデ IONIQ 5と同等レベルの電費性能にとどまってしまっています。それではこの充電性能と電費性能を総合する充電時間あたりの回復航続距離に関してですが、プレミアムセグメントでトップに君臨してきたのがキア EV6 であるということで、充電時間10分あたり回復可能な航続距離も 197km と驚異的である一方で、充電時間20分で回復可能な航続距離についてもさほど大きな悪化は見られずに、なんと大台の 300km を突破。したがって今回の充電時間20分で 300km を達成した場合の比率を1とした場合、 EV6 は 1.03 と、なんと今回の検証を通して唯一1を超えた電気商社となったのです。その一方でモデル3に関しては20分間の充電時間で 221km 分の航続距離しか回復させることができず、プレミアムセグメント内で4位という一般的なスペックにとどまってしまった。そしてこのモデル3を上回る比率を達成してきたのが、まさかの BMW のミッドサイズセダンである i4 eDrive 40となっていて、こちらの i4 に関しては最大 210kW という充電出力に対応しながら、その電費性能に関してもモデル3を上回る電費性能を記録。したがって充電時間20分間で回復可能な航続距離というのも 235km、 比率も 0.78 とモデル3を超える充電性能を達成していることがお分かりいただけると思います。ちなみにですが、この i4 の電気商社としての質の高さに関しては、ノルウェーの EV YouTuber であるビョン氏も同様に指摘しており、特に時速 90km で巡航するレンジテストに関しては最も信用に対する EPS サイクルおよび欧州 WLTC モードすらも超える599km という異次元の航続距離を達成しながら、電費性能についても134Wh/km と、この数値というのはなんとテスラモデル3のロングレンジが記録していた 136Wh/km という電費性能を超えてしまっている。つまり電費性能に関してはモデル3を超えるようなスペックを達成してしまっている。そして EV の質を総合して評価できる 1000km チャレンジに関しても歴代2位となる9時間20分を達成。本チャンネルにおいては電気商社専用プラットフォームを採用していない電気商社の質はどうしても妥協せざるを得ないと評価していたわけですが、実際のユーザーによる検証結果を見る限り、この i4 に関しては電気商社専用プラットフォームを採用している EV よりも高性能、もはや EV のベンチマークであるテスラと同等の質すら達成してしまっている。こちらに関しては本チャンネルにおいてもいち早く 1000km チャレンジなどを通してその電気商社としての質を検証していきたいとは感じます。このようにして今回第三者機関による特に充電性能をはじめとした電気商社としての質の検証によって、一口に充電性能とは言っても様々な切り口が存在することはお分かりいただけたと思いますし、何よりも我々一般の EV オーナーが最も気にする指標というのはその車両の最大の充電許容出力の数値ではなく、あくまでもその電気商社の充電性能と電費性能を総合する充電時間あたりどれほどの航続距離を回復させることができるのかという指標であり、この指標を見てみると最大 250kW という充電出力に対応しているモデル3よりもより航続距離を回復できる電気商社が複数存在。特に韓国キア EV6 に関しては充電カーブの安定性と高い電費性能の両立によって全ての電気商社の中で唯一20分間の充電時間で 300km 以上もの航続距離を回復させることができる電気商社に君臨したことになりましたので、いずれにしても皆さんが電気商社の質を判断する際はただ最大充電出力の数値のみをもってその充電性能を判断するのではなく、その高い充電出力がどれほど長い時間持続するのか、
EPS サイクルをはじめとして実用上における電気性能はどれほどであるのか、そして何といっても充電時間 2,30 分あたりどれほどの航続距離を回復させることができるのか、さらにはそのような充電性能を安定して発揮できる高性能な充電ステーションの普及動向はどうなっているのかなどの複合的な視野を持って電気商社としての質を判断し、ご自身の電気商社購入の際の判断基準にしていただければいいということですね。電気商社購入、いってらっしゃい。